安岡さんの、ちょっとタイムはですね、テドクで一番有名になったというか、最近で言えば安岡大神殿の、その家系であります。安岡大神殿伝統一を取った、安岡大神殿の、その、一家の方がこのまた、闘牛を続けて、その子供の名前がタイムなんで、ちょっとタイムっていうことで命名しております。家計としては弁護士、6年前、7年前に出ました元取り出した伝統商品の中で、安岡大神殿の強いというのが記録のちょっとタイムであります。さあ、すでに状態が2分を経過をしております。隙を狙って速攻に持ってきたい、ちょっとタイム、その、切り返しの速攻を、狙っているのが山梨若手牛ながらも素晴らしい技の攻防です。まあ、この現在の両牛の角の形としては横に向けて平手の平と年齢とともに角が前に伸びる場合もございまして、特にこの平角が使い方は掛け技が有効的でございます。前徳島県民チャンピオンの方審判交流を送るんですよ。ご紹介いたしまして、徳島県民チャンピオン、その後連続いたしまして、沖縄でも県民チャンピオンに掲げております。さあ、ここで勝負を狙っておりますのは、家族の山梨であります。勝敗をつけませんので、ここで、5分で両軍の対戦は、引き分けといたします。両軍の皆様、両軍の対戦の方に、皆様方握手をお願いいたします。